はい、チームシーク中村です今回は GA4 で外部リンクのクリックをコンバージョンとして計測する設定方法について解説していきますコンバージョンページが外部のドメインページにある場合例えば病院やエッセサロンなど予約ページが外部のシステムを使っている場合やオウンドメディアからコーポレートサイトへどれだけのユーザーを送り込めたのかというのはとても重要な指標です ちなみにチームシークはウェブマーケティングコンサルタントとして、企業のホームページ制作や SEO 対策、MEO 対策、Google 広告の管理運用などを行っています。概要欄にチームシークへのリンクを貼り付けてありますので、一度覗いてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、外部リンクのクリックをコンバージョンとして計測していく設定方法についてです。 GA4 には「ビュー」や「目標」という項目がありませんしかし GA4 でも外部リンクを計測する方法はありますそれではその設定方法について解説していきます外部リンクのクリックを計測するにはまず準備が必要です GA4 の画面左下の「管理」から「プロパティ」「データストリーム」に入ってその中の計測したいサイトをクリックして の詳細画面に入ります。その画面の中の拡張計測機能を有効にします今回使用する拡張計測機能は外部の別ドメインへの離脱数,離脱数を計測するので離脱クリックになりますイベント名はクリックです拡張計測機能は個別に有効無効の設定ができますが 特別不要なものがなければ、すべて有効にしておいて構いません。ちなみに、ページビュー数だけは常に有効になっており、無効にできないようになっています。準備が整ったところで、早速外部リンクのクリック数をコンバージョンとして設定していきましょう。GA4 のカスタムイベントを使っていきます。以前のユニバーサルアナリティクスでは、タグマネージャーのタグや、 トリガーを使って設定しましたが、GA4 ではその中で設定が完了します。GA4 の設定から、イベントを作成をクリックします。次にイベントの作成画面の中の作成ボタンをクリックします。すると画面のような設定が現れたかと思います。カスタムイベント名は、これからどんなイベントを設定するかの名前です。 あらかじめいくつかのイベント名が用意されていますがここでは任意の名前を設定することもできます今回は外部リリンクのクリックのッ数を計測していきます。例としてこのサイトがオウンドメディアとしてオウンドメディアからコーポレートサイトへの送客数を記録するという設定にしていきますカスタムイベント名の中に「オフィシャル、アンダースコア、クリック、 と入力しますオフィシャルサイトへのクリックという意味ですイベントの命令規則として新しいイベントの名前にはいくつかのルールがありますイベント名では大文字小文字が区別されます同じオフィシャルアンダースコアクリックとしても大文字と小文字とでは二つの別イベントになりますイベント名の先頭は英字にする必要があります 英字とアンダースコアのみ使用できます。先頭にアンダースコアは使用できません。またスペースは使用できませんので注意してください。また予約済みのセットうちとイベント名は使えません。エラーメッセージが表示されます。次に一致する条件を設定していきます。パラメーターはイベントアンダースコアネーム。 が入っていますのでそのまま使用します演算子は次と等しいを選択してくださいデフォルトのままです次に何に等しいのかの値を入れます今回は外部リンクのクリックを計測しますのでクリックと入力しますこのクリックは外部のドメインへのリンク計測に使います ちなみに内部リンクを計測したい場合は、ページアンダースコアビューを使います。ここまで来たら、条件を追加します。パラメーターは、リンクアンダースコア URL にします。この撮影をしている現在は、残念ながらあらかじめ用意されているものの中に、リンクアンダースコア URL がありませんので、自分で打ち込むことになります。 演算子は、次を含むにしてください。この演算子を次と等しいにしてしまうと完全に一致しないとイベントが発生しないことになります何を含むのかという値には計測したい外部リンクのを入力します。今回の例ですとコーポレートサイトへの誘導数を計測したいのでその URL を入力していきます。 これでイベント設定ができましたので、右下の作成ボタンをクリックします。今作成したカスタムイベントの内容を確認して、×ボタンで閉じます。これで本来でしたら先ほど作成したカスタムイベントが表示されるのですが、実際に表示されるまで時間がかかります。それも恐ろしく長い時間、10時間とか、ある人は24時間かかるとも言っています。 表示されるまで画面をにらみつける必要はありませんので翌日以降まで気長に待ちましょう次に作成したカスタムイベントをコンバージョンとして記録する方法についてです先ほどと同じように設定画面で今度は「コンバージョン」に入り「新しいコンバージョンイベント」をクリックしますそこで出てきた入力窓に先ほど設定したイベント名を入力します 例でのイベント名は、オフィシャルアンダースコアクリックでした。保存ボタンで保存します。正しく設定ができているかどうかは、同じく設定画面の中のデバッグビューで行えます。イベントが表示されるようになり、正しく設定できていれば、この画面に、えー、コンバージョンのオフィシャルクリック、オフィシャルアンダースコアクリックとして表示されます。 いかがだったでしょうかイベントの設定とコンバージョンの作成が GA の中で簡単に作成できたと思いますただ、簡単にできるがゆえの問題点もあります GA4 の中だけの設定ですとどのページのどのリンクがクリックされたのかは記録されませんこのオウンドメディアのどのページのどのリンクがコンバージョンに貢献したのか を計測したいといった場合はタグマネージャーで設定する必要があります今回の設定は単にオウンドメディアがコーポレートサイトにどれだけ誘導できたのかを知るのみとなりますがそれで十分という場合は簡単に設定できるという例でしたオウンドメディアから EC サイトへやホームページから予約サイトへブログ記事からアフィリエイトの ASP サイトなど冒頭でもお話ししたようにウェブ広告の LP でコンバージョンボタンが外部のリンクである場合はなおさら重要になってきますチームシークではウェブに関する相談や問い合わせなども受け付けていますのでぜひ概要欄のリンクからサイトへご訪問ください。 今後扱ってほしいテーマなどありましたら、お気軽にコメントなどいただけると嬉しいです。また、K の箱番で車中泊というテーマでのチームシーク中村というチャンネルも運営しています。こちらはまるっきり趣味のチャンネルですが、車中泊や DIY に興味がある方は、そちらの方にも遊びに来ていただけると幸いです。最後に。 高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いしますそれでは最後までご視聴どうもありがとうございました